さあ続いてまいりたいと思います。ゼッケン56番の森高博、何気に16に残るというこの男。さあ森が赤いマシンに変えて、まずは振り出し、ちょっと塗りか、しかしちょっと通ってくる、ここもさあうまく持っていく、ダメだ、戻った、失速、車種間違えたんですね。続いてくる今赤いマシン森、さあどうだ、ここから振り返してずーっと持っていく、持っていく方は綺麗に決める、持っていく方はいいんですが、いよいよ3組目チャンピオンを狙う男が登場、メクワ幸次郎 VS 森高博です。断層順位第4位メクワ幸次郎、とにかくチャンピオンをかけます。それに対して本当にまたなんとなくこうきっちりベスト16登ってきた赤いマシン、いやしかしちょっと置いてかれた森、赤いマシンが置いてかれる、メクワが入った、メクワ外した、さあちょっとゾーン2を外してきたか、さあそれでも走りとしては、それでは参りましょう、ベスト16、3組目。今度は赤いマシン S1 号、森高博先行。後追いメクワ幸次郎。さあ、メクワ、捕まえている。メクワ、完全に、おーいしょー、入ってる、これは持ってったー、すごい走りー、これは森コースアウトー、メクワ見事、よく見てたね、これはすごい、あれは抜いた方がいいですもんね。いやちょっと待ってメクワ、あれバカ野郎、バカ野郎メクワ、メクワじゃない、これ森が悪い、森だ森、あれは抜いてった方がいいですね。